皆さんおはようございます。岡山からやってまいりましたワオンと申します。私たち、岡山のウラジェという祭りを、踊らせていただいているチームでございます。今年のテーマはゴーオンと申します。桃太郎の、元となった、ウラという人物の物語でございます。精一杯踊らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあさあ皆様、ウラという人物はご存知でしょうか。昔話、桃太郎の鬼のモデルとなったと言われておりますが、岡山では実は偉大な王だったという説も伝わっております。優しき王か険しき鬼か、真の姿は分かる今ではもう分かりませんが、そこにロマンを思い馳せるのがロマンというものではないでしょうか。それでは我々が思う裏の姿をお届けいたします。どうぞごゆるりと。
てくださいましたお客様、そして祭りを作ってくださった実行委員の皆様に感謝を込めまして、礼。ありがとうございました。ありがとうございました。